こんにちは。今日のランチはカレー南蛮そばにします。もうお昼過ぎてね、2時を回ったかな。浅草最近ね、観光客が増えてますからね、12時頃だとどこも食べられませんね。いつも2時過ぎ、3時になるとね、もう、店閉まっちゃいますんでね、一旦ね、ランチタイム終わって、あとだいたいまた5時か6時頃開くのかな。だから今頃がね、ランチタイムのラストチャンスです。仲見世も混んでますね。学生さんかな。修学旅行とかね、そういうのも多いと思いますよ。まあ外国人の観光客が一番多いかな。仲見世歩いてるとね、日本語はほとんど聞こえないですよ。はい、ここ揚げまんじゅうです。有名ですよ。今日はそんなに並んでないですね。いつもはね、まあ道の半分ぐらいはね、突き出てますけどね。まあ観光客目当てなんで、まあその日によってね、お客さん多い時とか少ない日、今日は少ないですね、ちょっとね。でもやっぱりね、あんだけいますからね。大蔵門に来ましたよ。大蔵門はね、仁王様が左右にいるんでね、仁王門とも呼ばれてます。2階ね、登れるはずなんですが、今は登れないのかな。江戸時代はね、期間限定で開放してたみたいですけどね、一般の人にも。まあ、江戸時代はね、高い建物がなかったからね、結構人気あったんじゃないですかね。今はね、2階席のね、雷門の方を向かってと、あと浅草寺の方に向かって、ライブカメラがついてますね。今日はちょっと門くぐらないで、右の広場の方に行きます。ここ新しい建物ですね。伊藤園がなんか作ってますね。伊藤園って名前出ましたね。出てましたね。お茶屋かな？伊藤園ですからね。大きな木ですね。いつも通ってんだけどあんまり見ないですよね。ここ広いですよね、広場はね。一応ね、宝蔵門の方からぐるーっと右回りにちょっと回しました。正面に見えるのが二天門です。左側が浅草神社になります。浅草神社はね、三社様が祀られてますね。もうすぐ三社祭りですよ。お祭り始まりますよ。浅草最大のお祭りです。二天門の方行ってみましょう。この門は幅が狭いですね。でもいい形してますよね。趣ありますよね。二天門です。入り直しました。ここにもね、大きな提灯があるはずなんですけどね。ないですね。浅草寺ね、四大提灯ってあるんですよね。一台が雷門ですね。の提灯ね。で、中入って、中見世から入って、境内手前の宝蔵門の提灯ね。それから本堂にも提灯あるんですよね。大きな提灯。それと二天門の提灯ですね。四大提灯。本堂前、来ました。ここにあったでしょ、提灯がでかいの。新橋提灯っていうのかな。なんか新橋の方から寄贈されてるみたいですけどね。この提灯の方も調べときますね。左側は伝法院です。そこの角を右に入っていきます。右、左っつってね。参道の方に行きますけどね。ちょっと散策してきます。
歩くのは健康にいいですからね。まっすぐ行くとね、花屋敷の方に行っちゃいますけどね、左に曲がります。まっすぐ行くとね、西参道に入ります。ここの道はね、結構遊ぶところとか美味しいものがいっぱいありますね。左の角がね、ジャンボメロンパンのお店ですね。人気店です。よく並んでますけどね、もうこの時間もう売り切れちゃってるかな。で、右の角ですね、ここがまた変わってるんですよ。なんだと思います？もう分かってるかな？見えてるか？そう、金魚すくいなんです。毎日がお祭りです。いいですよね、金魚すくい。で、向かいね、左側があのメロンパンなんですけども、その隣が、ここもね、射撃場なんですよ。お祭りでしょ？で、ここね、なんかあの通りがね、床みたいでしょ、綺麗にね、裸足でも歩けそうですよね。なんでしょうこれ、伸びてますね。ちょっと気になりますね。伸びるメンチカツでしたっけ、チーズメンチカツっていうのはあのね、雷門のところの近くにありますけどね、それとは違いますね。伸びるチーズカレーパンですね。へえ、こんな伸びるのかね。今度食べてみましょう。これから食事なんでね。伸びるシリーズですかね。で、この三人さんとこね、角を曲がって路地入ってきます。ここにね、今人気店があるんですよ。わかりづらいでしょ、ここ。なんだと思います？ここです。浅草うななです。うなぎおにぎりの店ね。今はね、もう、取りに来てるのかな、みんな。食券買うんですけど、ここはね。あれ、600円だったかな、1個ね。食券買って、3時間以上、経ってから、まあ、時間を指定されるんですけども、取りに来るんですよ。で、取りに来るときも並ぶんですよ。正面、ホッピー通りです。ホッピー通り入りますよ。はい、入りました。はい、ホッピー通り出ました。早いでしょ。ビデオはすごいですね。結構ありますけどね、距離。一瞬にして通り過ぎましたよ、ホッピー通り。で、こう、ロック通りの入り口。ここは、天国です。天国って喫茶店ね。去年ぐらいはね、あんまり観光客来なかった時、よく入れましたけどね。今はもう入れないですね。並んじゃってね。まあ、並べば入りますけどね。あそこのコーヒーね、ホットコーヒー飲み干すとね、おみくじが出てくるんですよね。でもなんかみんな大吉かな？天国で大吉を見るって。なんか、面白いね。浅草天国行ってきましたーつって。って言われる。で、まっすぐ行くとね、浅草演芸場なんですけど、そこ行かないで右に入ります。ここは水口とかね、美味しい定食屋さんはありますけどね。そこ過ぎるとね、今日の目的地です。沖縄そばに到着です。今日はカレー南蛮そばを食べます。
ごいでしょこの森。いただきます。ごちそうさまでした。どうでした？沖縄そばのカレー南蛮そばは。盛りがいいでしょう。あれでね、800何十円かな。安いんですよ。ここはね、前にも紹介してあるんですけど、別枠でね、パーソナルジムの体重の喫茶です。喫茶室。まだ開店したばっかしですね、ここね。これからですね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。またねー。